レッティ・フグーセンは、南アフリカリンポポ州、ボロクアネ出身のプロゴルファー。2001年と2004年の2度、全米オープンで優勝した実力者である。これまでにヨーロッパツアーで14勝、アメリカ PGA ツアーで7勝を挙げる。同じ南アフリカ出身のアーニー・エルストは若い、頃からのライバルであり、親友でもある。世界ランキング自己最高位は3位。グーセンは、 アマチュア選手時代に練習中に雷に打たれて大怪我を負ったことがある。1990年にプロ入りした後も様々な不運に遭い、1994年と1997年の全米オープンで優勝したエルスに比べて国際レベルに開花するのが遅かった。しかし2001年6月の全米オープンで初日からトップに立ち、その後も好調なラウンドを続ける。 最終日の18番ホールで50センチの短いパーパッドを外し、マーク・ブルックスとのプレーオフになったが、それを制してメジャー大会初優勝を飾った。この優勝を機に、それまでヨーロッパツアーを中心に活躍してきたグーセンは、米国ツアーに戦いの場を広げることになった。2001年11月、日本の太平洋ゴルフクラブ、 五天バコースで開催された世界ゴルフ選手権の EMC ワールドカップに南アフリカ代表として出場、アーニーエルスとコンビを組んで優勝した。この時はアメリカを含む4チームによるプレイオフを制している。2001年と2002年の2年連続でグーセンはヨーロッパツアーの賞金王になった。2004年に全米オープンで3年ぶり2度目の優勝を果たした時は、 同年のマスターズ優勝者、フィルミケルソンとの一気打ちを制している。2005年の同大会で、前年優勝者の偶戦は3日目を終えて、単独トップに立ち、大会連覇を目前にしていたが、最終日に81を叩いて失速した。2009年3月のトランジション選手権において、アメリカツアーで4年ぶりの7勝目を獲得した。 日本のトーナメントに招待選手として出場したこともあり、初来日だった1997年のダンロップフェニックス選手権では7位に入っている。2001年のワールドカップ以来の来日となった2004年のサントリーオープンゴルフトーナメントでも7位の成績を残した。一アジアンツアーとの共催一ヨーロピアンツアー共催。ありがとうございます。